こんにちは、ブルーホースです。ということでやってまいりましょうか。いよいよラストカップでございますね。果たしてどんな大きさと揉み心地を重ねているんでしょうか。楽しみで仕方がありませんね。ということで、ロゼットプロレットとですね、それからレインボーロードとですね、しかも、1と2って何だったっけって全くもっと覚えてないですけど、まあ、とりあえずやっていくしかないですね。はい。で、今回の、コースでですね、カップか。で、使っていくですね、マシンの名前がですね、G フォースでございますね。はい、ということで、マドリードグランデからやっていきましょうか。マドリードは行ったことないですね。バルセロナ行ったことあるんですけどね。マドリードでね、やっぱりね、闘牛とかそういうの見てみたいなと思ったんですけど、やっぱレアルマドリード、ということで、うわ、なんかすごいヌルヌルしてるな。うわ、曲がりにくそうな、あれだな。まあ、曲がる、あれ、パーセンテージが、なんかすごい下がってたから仕方がないかなと思った。やばいな、こいつの後ろにいるの危ないんだよな、ボン。かわいそう。かわいそう。あー、すごい。こんなやつが控えてんのか。絶対3周目とかに起きてくるやつでしょ。なんか2周目で起きてて、で、3周目で赤色になってはしゃいでんだよ。さすがロゼッタプロレットのあるカップだね。ロゼッタちゃんはしゃいでんじゃん。おー、ほら、邪魔。もう一個、オッケー。で、こっち逃げていこうぜ、ファイル。で、こっちでパクチン。パクンが絵から飛び出してきている。絵から飛び出すのはまるでハリッターのようですね。ハリーポッター絵から飛び出してないんだよな。はい。ということで、ちょっと待ってね。あれないよね。大丈夫だよな、ね。あいつ来たらマジで発狂するんだけど。ていうかさ、もう知らないコースでこれをされるとさ、もうマジ発狂もんなんだけど。大丈夫かな、俺生きて帰れるかな。とりあえず赤い闘牛士、牛の実モデル牛はどこにいるかな。大丈夫かな。で、こっちゃー、ちょっと待って、ダブルパンチなんだけど、雷起きてるし、起きてるし、しかも、お前、この野郎飛んできやがって、ガーめん、この野郎、コイン回収1コイン、あ、やばい、喋りすぎて、お腹と腹筋は一緒だった。お腹と喉が入ってくるのって言ってる。やばいっすね。はいはい。まあ、喋りすぎて人間こうなっちゃった。もう、本当に。噴水プッシャー、さすが G スポ。そこを攻めすぎても別に、水分量によっては出ない可能性がありますんで、ご注意くださいませ。ということで、2回飛んでいきましょう。ぴょーん、キチ、ぴょーん、キチ。はい、うんちっち、こっちっち、ルカはどんちっち、行きましょう。そんなこと言ったら、スロベニアの全国民に殺されそうですけどね。僕、ルカ・ドンチッチ生で見たときマジで興奮してね、ウレションしまくったからね。そんな話はどうでもいいですわ。じゃあ、なんか俺の話聞く？いいよ。婚活女子に物申したいっていう話。そんなのもう、でも、みんながさ、物申してるわけだからさ、いいじゃん。そもそもさ、相手に年収を求めるとかさ、こういう条件で結婚がしたいですとかって突きつけてる人ってバカかって思って、お前は一体何ができるんだっていう話じゃない。なんで2発も攻撃を食らわせるんですか。婚活女子の呪いですか。あ、本当にもう危ないことばっかしてきやがってよ。ほんで、なんか最後だからさ、てっきり花ちゃんが暴走してるのかなと思ったけど、まあゴールできたよねって。そうそうそう、まあ確かにさ、結婚するのにさ、相手にさ、こう条件とかって求めるのっていうのさ、まあ正しいですよ。こういう条件じゃなかったら自分のね、一生に一度しかない人生ですから、こういう相手とこういう人生を送りたいなっていうビジョンが見えてるとかだったらいいんだけどさ、全部数字で考えるのはどうなのって思うよ。高学歴もあるし数字やん。なんかさ、東大とか京大がさ、1位2位とかでさ、まあ A ランク B ランクとかでさ、で、なんだ、一橋とかさ、東工大とかさ、そのあたり、まあ、阪大とかっていうのがさ、例えば B ランクとかってなっていくんだったらさ、結局それも数字で測ってることじゃないですか。学歴でこれ以上じゃないとダメっすよとかさ、あと、うわ、なんだこのステージ、危なすぎるだろ。ロゼッタたち、なんでこんな平気で走っているんですか。気持ち悪い。本当にもう、婚活女子みたいに気持ち悪いじゃん。別に全婚活女子が気持ち悪いって言ってるわけじゃないですよ。一部のね、なんかね、身の程を知れっていうようなね、婚活女子がやっぱりさ、世にはびこってるわけじゃないですか。なんか食らってくれてるやつがいる。お前も食らえ。オッケー、なんでだよ、おかしいだろ。そう。だいたいさ、自分が例えばさ、派遣社員で働いてますとかってさ、
ね、まともな収入も稼げてなければさ、不安定な働き方してるくせにさ、あ、今日正社員でいくらいくら以上の年収じゃないとダメですとか言ってるしさ、お前に需要ねえからっていう話なんですよ。需要と供給で物事は成り立ってんだよ。お前俺にこのペン売ってみろって言った時にさ、あ、 This is a pen とかってさ、このペンはこういう機能があって素晴らしい機能を兼ね備えてますって言った時点でアウトだったんですよ。このペンを俺に売れって言った時点で、そのペンを使って、じゃあ間違えた、じゃあ今から俺にペン、サインをよこせって言ってさ、お前ペン持ってるか持ってない、じゃあこのペン1万円で売ってやるよって、そういう感じなんですよ。結局需要と供給っていうのはさ、あなたがね、供給できるものが、その結婚したいよって言ってる男性に合うような需要を兼ね備えてないんだったら、そもそも条件なんか突きつけてんじゃねえよタコライスっていう話でさ、あぶねえ、ここ大丈夫、あぶねえ、もう一丁ポンと飛んで、オッケー、よっしゃ、オッケー、もうこの氷のツルツル滑るステージマジで怖いよね、本当に。俺の話みたいにツルツル滑んじゃん、やばいよやばいよ、チャリン、オッケー、よし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 、チャラチャラチャラ、いいね、これで青心さえ来なければ、あーんで、こんなにうんちっちどんちっち、やばい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 、よいしょ、まっすぐ進んで後ろにポイッと捨てて、キノピコクラッチーノ、オッケー、なんでかわからないけど飛べてない、よいしょ、コイン魔法使い、サリー飛びますよ、ちょっと待って、ちょっと待って、暗い、おしよ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 
自分がずっと恋愛から逃げてきてさ、まあまあ逃げてきたっていう言い方は良くないかもしれないよ。仕事一生懸命頑張ったかもしれないよ。仕事一生懸命頑張った結果さ、富と名声を手に入れたけどさ、結局人間として満たされる心っていうのを埋まらないままにさ、人生過ごしてきたんだからさ、何かを犠牲にして何かを手に入れたんだったらさ、それを何かを手に入れようとさ、遅くなったタイミングでさ、ごちゃ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 人を巻き込むなっていう話なんですよ。そういうことっすよ。手に入れたかったら自分の力で何とかしろっていう話なんですよ。うわー、スタートダッシュがしょぼすぎる。さあ、赤コーラを出した前、なんでだ、なんでなんだよ。発車準備、オーライ、さあ、ティン、オッケー、いいね。さあ、これでキノピコはもう戦線脱落でございます。さよなら、バイバイ。よいといと。そうそうそう、何かを手に入れたかったら何かを犠牲にしなきゃいけないっていうのはね、もうね、あの世の中の真理でございますよ。全部手に入れられるなんていうのはね、もうね、その星に生まれたですね、もう超恵まれた人ですよ。本当にね、100億人に1人ですよ。あ、人口でまだ70億80億しかいなかった。ちょっと構えた、どうでもいいですね。よいしょよいしょよいしょ、オーケー。よー、なんかすげえワープした感じになってる。よいしょ、おい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 、発射してたら何にも怖くなくないのです今日。オッケー、そうだよ、本当に。オッケー、あー、もう早いって来るのが、いやー、これあれだね、あのレインボーロードだけ、あの3周とも同じステージ。なんで2位のやつがそれ走ってんの、おかしくねえか。ちょっと俺にもキラーください、お願いします。青コーラいらないからキラーが欲しい、本当に。よいしょ、ぴょんぴょんぴょん。でもさ、今のさ、あの医者の話とか、医者って言っちゃったよ。そう、医者なんですよ。医者がそういうことをね、親父を使ってやってるんですよ。本当にもうムカつくわマジで。まあ親父も別にね、あのなんか、じゃあのボロクソに言うんよ。親父でさ、寂しい人生送ってんねん、ほんましょうもないわとかって言ったりとかすんねんか。俺もそう思うしさ、別にね、あのお金を稼ぐことが悪いとかさ、そのなんか、あのなんていうの、なんか寂しい人生を送ることっていう自体が悪いとかいいとかっていう話じゃなくってさ、そうなった時にさ、なんかぶつくさまくを言ってさ、いつまでもさ人巻き込んでるっていう、その姿がダッセーって言ってるわけでさ、もうなんで2発も来んのよ、生きてんのかよこのポンチ野郎が。俺にキラー出せって言うんだよ。そしたらぶっちぎりで1位取ってやっからよ。もうぴょいっと、ああもうほんとに、あらやばいやばいやばい、もうちょっとスタートってるからこれ一気に間を詰められてしまうぞ。やばいやばい、助ける、だーれか、やばい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 、めっちゃ詰められてんじゃん、やばいって、遅っ、ってか全然なんかもうコイン走っていうけ、よいしょ、オッケー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 、コイン、逃げろ、逃げろ、親父のこと大好きですっていう宣言しまくってたら、いつの間にかやばいことになった。さあ逃げろ、勢い、発射準備、3発目おかしくない、行かれてるやろ、どうなってんのマジで。もう落ちたるわ、わざと、大気圏を突き抜けて、どうでもいいわ、もうおら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 、ちょっともう雷も2発目ですってか、これ本当にやばくないか。これで1位取れなかったらもうマジで発表してコントローラー投げつけて画面叩き割ってさ、ほんでルイージの帽子をもう M に、ま、あの書き直してやったんな。おっしゃー、結局俺が1位なんだよねー、はー。そう、でもさ、お医者さんに関してはさ、何億も稼ぐほどのさ努力をされてきたわけじゃないですか。もうあの医学試験とか、あの国家試験受けられてさ、しっかり合格してさ、まあ、お金手に入れて、まあ、晩年は寂しいとかって言ってるけどさ、それでもさ、やっぱりさ、いろんな人に崇め奉られてさ、たくさんの患者さんを見てきてさ、いろんな人をさ笑顔にしてきたわけじゃないですか。一方でよ、あの派遣で年収300万円にも満たしていませんと、全然働きがありませんと、正社員で働きがありませんと、なんなら専業主婦をやりたいですって言ってさ、それで年収800万以上とか1000万以上を求めてって、お前の需要ポイントどこだよっていう話なんだよね。さあ、こんなぐちゃぐちゃ、なんか愚痴っぽいこと言ってね、あまりにもイライラしすぎて、あの連打をした結果ですね、はい、あのまた始まんのかよマリオカート8デラックス8。はい、よし、飛ばした、よし、じゃあ
全カップ1位を取ることができました。すべてのカップをもみもみすることができましたので、マリオカートの実況に関してはこちらで以上とさせていただきたいと思います。ではまた次回ですね、別のゲームであったりとか、まあ別の実況とか、まあ一緒だっちゅうっていうのは別の実況でね、あのチャンネル登録ともグッドボタンを押してお会いできて幸いでございます。またここでお会いしましょう。バイバイ。